せーの、ブブブゲームズです。チャンネル登録をしていただいてる皆さん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。年内ね、あ、そう、年内僕ら1000人を目指してるので、はい、はい、なんかコメント欄で何の動画が好きかとか教えてくれたらね。確かに。ジャスティスってことで、うん、家まで来て何なんですか今日は。今日はですね、うん、やりたいことがあるんですよ。やりたいことがあるのね。そう、あ、じゃあそれに俺は付き合えばいい。そう、それに俺は付き合えばいい、ね、俺がやりたいことがあって。ああ、なるほどね。チョコエッグ。チョコエッグ、何のチョコエッグなのこれは。これはね、じゃあ中身出して。これチョコエッグです。チョコエッグね。はい、何のチョコエッグなのこれは。これはですね、動物の森のね。あ、動物の森なんだ。そう、動物の森のチョコエッグ。いや、初だね。あ、本当だ、動物の森だ。じゃあ開け方見て。やんちゃ。開け方俺やんちゃ。これ20個あるから、どっちが先に、うん、あの推し面を当てられるか。推し面を決めるの。対決していきたいと思います。はいはいはい。推し面はね、決めるんだね。で20種類。シークレットが2人。で他、村人が18人いると。はいはいはい、こうやってこうやってやる。こうやってやる、こうやってやる、そうやってやりな。で、これで先に押し面を当てた方が勝ちです。はいはいはい、押し面ね。いや、速攻だよ、これ一発で当てちゃう。こういうの持っていくから。僕じゃあ、これで。ナオト君はドレミで。ナオト君はドレミね。ドレミです。そのバンビみたいな。はい、やりたいです、これ僕も。これ僕もやりたいです。ちょっと反射しちゃってるんですけど。すみません。これです、バンビ。バンビなのか、鹿なのか。ドレミでいきたいと思います。僕はこのこいつです。しずえをいきます。ミーハーね。そう、ミーハーです。山口さんはミーハーです。じゃあこれ混ぜ混ぜにして選んでこう。あー、わかった。混ぜ混ぜにして、ま、混ぜる意味ないけどね。混ぜとくか一応。確かにないな、混ぜ混ぜにしたと。うん、混ぜ混ぜにね。よし、20個あるんで1個ずつ選んで先に押し面を当てた方が勝ち。 OK。 で負けた方は、負けた方はまたそういうのやるんだ。またそういうのやるんだ。負けた方どうする。負けた方、負けた方は、うん、後日、うん、ご飯をおごります。はい、わかりました。飯ね、うん、飯をおごるのね。 OKOKOK。 まあ俺勝つけどね、今日もゲームでも勝つし今日も勝つ。いやー、焼肉楽しみだな。俺もジョジョ園楽しみだな。何ジョジョ園。よし、じゃあやっていくか。やと、やろやろ。いいよ。じゃんけんする。はいよ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はナオト強い。先行だからね。もうじゃんけんでも勝つ男だからね、俺は。いや、最初だけだからナオト強い。はい、これもうね、これです。これにします。じゃあ開けさせていただきます。一箱目。うわ、うまそう。うまそうって。これ見て、うまそう。まだ包みに包まれた。 まだわかんないけど、うまそう。うわ、うまそう。うまそうだ。チョコエッグ。いただきます。ワクワクすんな普通に。いけそう。10個いけそう。うまい、うまい。1個目ね、ドレミが。ナオさんドレミを狙ってると。いきます。はい。何それ。ちょっと分解して出てきたんで、ちょっと少々お待ちください。まず1人目。デル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 デン。アムスケ出ました。かわいい、かわいい。とりあえずじゃあチョコをいただきますね。いいな、俺も早く食いてんの。うん、腹減ったんだよ。食っていい。どうぞどうぞ。え、どれにしよっかな俺。これにしよっかな。俺これにしよう。俺これいただきます。しずえでしょ。俺しずえ。うわー、ワクワクすんな、うん、このこの感じがいいね。これね、裏にね、裏がね、ミルクになってるんですよね。あ、だからうまいんだこれ。ミルクチョコレートなんですよ。チョコエッグのチョコって超うまいんだよな。うん、うん、うまい。いきます。ダブリはマジでやめてね。俺の第1個目。これ俺が言ったってことはフラグ回収だからね。ダブリだよ。ある。あー、俺の第1体目はこれ。リリアン。リリアンね。リリアンちゃんです、うん、それかわいい、かわいい。
まあ1体目は2人とも外れね。じゃあ次いきますか。まだちょっと食ってないけど、うまい、本当にうまい、うまそう。なんで包みに入ってる状態で言うの。開けてから言え。うまそうです、皆さんぜひ買ってくださいね。さあ2体目は、あっ嘘でしょ、うわーうわーなんと、えこんなことあり、いやーこんなことあるんだね、最悪だわ。ですね、なんとでん静江でございます。やられた、山口くんの推しの静江が出ました。かわいいですね、こうプレゼントも、プレゼント持ってますから、かわいい。いやもう最悪だな、もう出ないよ静江は、もう出しちゃったから、お前はもう負け確です。それほんとそれあるな、負け確でございます。最悪、どうしよう、近くにはないよね多分。ここ行きます。あ、美味しそう。美味しそう、俺の真似やん。2体目頼む、静江来てくれ。何、なるほど、いや俺は好きだよこいつ、うん、いや俺も好きだ。はい、2体目が、つぶきちとまめきち。あーかわいい、こうだ、かわいい、うん、しずえ当てられたのでかいぞ。でかいね、これでかいよ。ね、山口のねテリトリーから取った方がいいと思うんだよね。これこれです、いきます。待って、これも美味しそう。3体目でございます。よっよっ、よし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 、一番よくわかんないやつ。一番よくわかんないの来た。はい、僕の3体目はですね、んジュリー、マジでよくわかんないこいつは、もうリアクション取れないランキング第1位でございますこいつは。この牛さんはね、この牛なのかどうかがよく、いや馬だろ、馬です、馬で牛なの、馬だろ。だでも色的には良くなった、青が追加されたことによって割と、いや出ないね、なかなか出ねえ、もう腹いっぱいになってきた。じゃあですね、うん、これじゃない、これいきます。いやまたやめといた方がいいと思う、これいきます。なんか怖い怖い怖い、俺のいつもの癖が出た。お前の癖が出るかなと思って、お前の選んだやつにした。これいきます。ゆうちゃん静江出ちゃってるからね。待って、これ美味しそう。うん、知ってる。最悪なことした俺、最悪なことしたよ。やってます、今日俺不調だわ、こいつやってます、今日俺お前に勝てない回だわ、こいつ顔出し初だからっていうか、こういうの初だから緊張してますから。はい、てことでまたリリアンが出ました。ダブリでーす、ダブリー。続いてフォース面をね発表したいと思いますよっ。どれにしようかな、くさー、いや押されてる感じがすんだけど、一番手前のやつだろこいつ。 OK、 さーて次は何が出るかな。いやワンチャンこれシークレット出しちゃうんじゃね、ワンチャンね。うん、あとワンチャンの中で何が好き、それイントネーション違うんだ。それイントネーションが違う、ワンチャンなんだ。俺マルチーズと、うん、柴犬と、うん、ガスキーだな。一番じゃないんだ。いいよ、自由。自由なんだ、そこ。自由で。じゃあ一番何が好きって聞くなよ。周りにないと。俺、プードル。なるほどね。うん、でも、まず前のチョコ食べないと。いいの。よっ。ほっ。よーっ。ポン。
たり多くね今日。トタテキ、トタケキが出ました。トタテテ、トタテテ出ました。トタテテが出ました。トタテテ出ましたね。いやーいいよね。ポヘーっていつも出てかね。ポヘーって。ポヘポヘー。いいなー。歌ってますから。こいつは広場でね今噛んだよね、なおと、うん、周り見ないとちょっと待って、噛んだに周り見ないとよくわかんないよ、もう謎だわ。どうしよう、真ん中らへん行こうか。確かに真ん中の前行こう、うん、見て見てしか言わない分かったよってなってるよみんな。よし行きます。はい、どうぞ。何個目、4個目、4つ目。何それ何それ、何だ、見えた見えてない、俺いただいたわ今回。嘘、これも当たりっしょ。でもワンちゃん、さっきよりはマシ。さっきの日お前が選んだんだよ。いやお前、俺が選んだの、お前が選んだの、博打だわお前にかけるのゼロか100かだもん。そうよ、俺ゼロ100人間だから。かわいい、これマジでかわいい、うん、俺これ持って帰ろうかな、うん、かわいいこれ、ほら、うん、フータ、フータね。かわいい。そいつ昼間サボるからな。寝てるね、うん、いやーどこ行く、これだ、それやばいやつだわ。神が示したで、これってことで、これ5体目です。はい、はい、何が出るでしょう。いやチョコだからちょこっとにしとけばいいのに、チョコだけにね。っていうことで、美味しそう。っていうことで美味しそう。俺が拾わねえからちゃんと自分で回収する。俺が拾わない顔をしてること分かってたんだ。もう俺がやること分かってない。そりゃな、分かるわそりゃ、もうさすがに。はあ、あよし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 、マジか。前半が終わって、なおさん不調タイム来たよ。いや来ましたね、マリオカートでもいつものパターン、やっぱり最初だけ、最初だけ強いっていう。いやダブりましたね。そうだよ、マジかよ。俺切り札出していい、何これ家から持ってきたやつだから10個10個だったけど、もうプラス1個あったのね。で21個ね、21個あったの、うん、でこれ妹がね、うん、くれたのよ。なるほどね。でこれ信じる、俺の妹を信じる、うんうん、多分これは静江が出る。よし、いきます。何体目、僕は5体目です。はい、まあ、当たりは当たり、うん、こちらです。キャラメル、キャラメルです。甘いもん食ってるのに甘いキャラクター引いたな。ああ、ほんと。じゃあ俺、これいきます。よっ、多分それはジュリーです。顔がチョコっぽくなってきたな。ほんとだ、本当だってなんだよ。チョコ色になってきたね。あのみかん食べると手黄色くなるじゃん。あ、まあ、チョコ食うと顔茶色くなるじゃん。確かに確かに。6体目ですよっ、ジュリーです。いやチョコきちい、チョコきちいな。もう一回言っていい、うん、もう一回言っていい、うん、チョコはチョコ。6体目 OK。シックス面だから、幻のシックス面だから。どういうこと？こういうこと言うんですよ。
いいじゃないですか、スルーしてくれたって。あの拾われたくないのは拾う。ああ嘘でしょ。来たよ、なおて。ああ何何何言ってんの、な、な、なの叫びする。何の叫び。はい、皆さんに発表があります。この人は今シークレットを引いたと思いました。正解ですか。いや、正解です。シークレットだと思ったらシークレットじゃないじゃないか。おい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 、マジでなんだよもう。よし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 、見てください、シークレットだ、シークレットだと思ったら全然金の亡者でした。金の亡者、たぬきちね、ボーリー、もうボーリーです、こいつはボーリー野郎です。はい、てことで確変タイム来ました。まあ来た来た、 どういう着方したの。俺見えてる、中身が全部。嘘、うん、マジで、うん、白眼使えてんの。白眼使えてる。白眼って何か知ってる。白眼って何か知ってる。何じゃ。もう何でも見通し。いや知らないでしょ、白眼。白眼知ってるよ。知ってんの。うん、俺白眼使ってるから。あ、そうなんだ。これです、うん、来ました、勝ちました。何ちょっと見間違えてたかもしれない俺、うんうん、白眼使ってたんだけど、うん、あ、見間違えてた。見間違えてた。白眼使ってて見間違えるマジ致命的だけどね。それ1個ずれてた。1個ずれてたわ。マジか。ああ、うん、何どれ、いきます。はい。またそれ、もういいよそいつは。マジか、1個ずれてたわ。白眼使ったけど1個ずれてた。またダブったの。嘘でしょ、最悪これ。マジかよ、リリアンばっかだよ。出ますよ、ドレミが出ます。いよいよドレミが出ますよ。よっ、いきますよ。7体目。よし。いや出ないもんだな。お前が出したからさ、しずえを。最高。マジ、お前の希望をむしり取ってやったわ。さて、ドレミ出ます。よっ。はい。こいつはなんだっけ。ブーケ。ブーケ。かわいい。かわいい。うん。俺はね、今んとこね、1体しかダブってないから。いや逆転すんのが俺だから。マジで俺だわ。逆転すんのが俺、ゲームの時もね。実況動画やってるんで、ぜひご覧ください。私たち実況動画やっておりますんで。マジか、俺でも最近、万華鏡シャリンガン買いんだ。静江開けます。よし。静江開けます。来た。ん？ん？何これ？誰？あ、え、誰？はいはい。あ、分かった。はい。ムクホークだね。アポロちゃんです。ムクホークだ。ムクホークね。うん。ムクホークっぽいやつが出ました。うん。8体目か。お願いします。いや8体目か、8体にもなると結構マジでやばいね。万華鏡シャリンガン、キラン、ルル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 ディン、これだわ。はい、8個目。あ、来た。嘘、うっさん、嘘。またこいつかよ。俺こいつ嫌いなんだよ。もう周り見ないと。いや、もうこいつちゃんと組み立てない。かわいそう。このままでいいや。またこいつが出ました。タヌキチかわいいじゃん。金の亡者がかわいいじゃん。タヌキチ、いやんだなもとか言いながらさ、めっちゃ金取ってくんじゃんこいつ。いや、出ましたか。出ましたかって何。出ま、だ、ダブっちゃいましたか。ダブっちゃいましたよ今。互角だな、それで言うと。
お前は？俺これこれ俺これだけダブったの。これが3体出た。逆にすごいよね。逆にすごい。これ3体出したら上がれるでしょ。そういうルールないの？ねえよ。ガチで当てに行くわ。うん。これです。周り見ないと。これ絶対来たこれ。周り見ない。これはマジで来た。かわいい、めちゃくちゃこれ。俺これ持って帰るわ。どうぞ。これはめちゃくちゃかわいい。一番かわいいかもしれない今日。かわいい。かもみちゃん。かもみね。これは当たりました。いやもう勝負決まんない予感がしてきた。本当だよね。9体目。これ1個100キロカロリーもするから。いやーきつい。もう出したい。あーふえ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 待って待って。何あー何出たかもしらん。嘘。あ、出てません、出てません。嘘でしょ。嘘でしょ。すいません。少々お待ちください。え、何？今やってるんでちょっと待ってくださいね。やるのよ。俺の言い訳聞いてくれる？めっちゃ、はい。俺の言い訳聞いてくれる？なんか、もうさ、ここまで来るとさ、出てないやつが新鮮すぎて、うん、もうあたかもシークレット引いたような気分になってしまうのよね。狼のやつが出ました。そいつはシベリアちゃんです。シベリアちゃんね。いやー違うんですよ。このトランクケースをね見たんですよ僕は。はい。ビビってマジで。マジビビったんすよ。そらシークレットっぽい。確かシークレットっぽいじゃないですか、このでああこのデカさの。だってああもうだって一緒っすよ。豆吉と一緒の大きさっす。豆吉と一緒の大きさのトランクケースが出たらもうシークレットでしょって思って。確かにそれに騙されたんだ、うん、それに騙されたマジ。はいはいはい、はい、よし。ということで一旦お片付けをしまして、もうあと4つになりました。あと4つでーす。あと4つで、こんなに動物たちが集まりましたね。よし行くぜ。俺のターン。お前9体目だよね。9体目、うん、僕のターン。次こそは当てる。これにしようかな。タラちゃん、タラちゃんはどれです。です。僕はこれにする。坊ちゃん、それでいいんですか。これでいい。しずえ行くぜ。しずえ行くぜ。怖い。ここに来てなんかあるからな。俺あるし、ある男っしょ、うん、来ました。なんとなんとですよ。あー嘘でしょ。勝った。今日も勝っちゃった。やっぱ。いやでも待って待って。何？ちょっとチャンスちょうだい。じゃん、いいチャンス。どうしようかな。じゃこれもう言い当てたら、これ何が出るか言い当てたらちょっと引き分けにしてくね。いいよ。同点。いいよいいよ。いやー、いやシークレットまず出ないから18分の1でしょ。俺これカモミが出ると思う。カモミね。うん。カモミ当てたら勝ちってこと。いや嘘でしょ。マジで沈れてるとかやばいんだけど。強くない？嘘でしょ。ガチ。いやマジですか。いやもう後々になってやっぱ不調が出てきたんで、なおさわー、もうなんでだよ。こいつはもう首をさらそう。首だけでいいです、こいつは。あー勝ったわこれ。ダメです。とりあえず勝負は俺の勝ち、うん、勝負は君の勝ち。勝負は俺の勝ちで、ありがとうございます。
いやー、ご飯おごってもらえちゃいます、後日。後日な。よっしゃ。仕方がねえな。いや、最後2つ見ちゃいます。開けます。もう開けちゃってるけど、開けます。あー、今日からこの推しキャラクターを俺これにします。いや、俺は静江です、変わらず。ってことで最後こいつらです。ってことでこんな感じのラインナップとなっております。20個あって、ダブリが 1,2,3,4,5,6,7,8 体。8体ダブリ。うん、ってことで、うん、僕が勝ちです。静江を出したんで、推しメンの静江ちゃんを出したんで。ねえね、はい、ゲームでも俺負けててさ、はい、この運ゲーでも負けんの。俺が勝てるの一体なんだろうね。今度俺の勝てるゲームやってもらっていいですか。あ、多いですよ。何ですか。遊びたいぜんで。します遊びたいんでも俺の方が勝ったんですか。あのヘックスっていうボードゲームだったら俺マジで負けることはないから。うんうんうん、ヘックスルールがいまいち分かんないですよね。それ頭悪いからです。周り見ないと。うん、周り見てこう。ザブブブブブブブということで、ゲーム実況チャンネル見てください。